21世紀美術館兼六園回りまして、まあいよいよ最後犀川のところまで来まして、こんにちは、ステラメディクス代表獣医師でジャーナリスト星吉孝と申します。ステラチャンネルは論文やニュースなどから皆様に広く知っていただきたい情報を選び、科学と理系の視点から動画としてお伝えするチャンネルです。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。また評価ボタン、コメントもお寄せいただけましたら幸いです。今日は動画200本を超えまして、それを振り返りながらちょっと金沢の街を歩くという、そういうことをやってみたいなと思います。最初は東山茶屋街の方に行きまして、でそこから兼六園というところ、日本三大庭園兼六園を通って、でそこから、本田町とか片町、高林坊と、ちょっと金沢の方をぶらついてみたいなと思ってます。基本マスクをちょっとしようと思ってます。ここは金沢駅です。古門って言って、よく見える見られる金沢駅の、象徴的な駅ですけれども、これ世界でもすごく有名になった、綺麗な駅百選みたいな、そんな風に言われることもありますけど、昔は結構金沢駅こんなに綺麗ではありませんでしたが、新幹線が今から7年前ぐらいに開通しまして、それに合わせて綺麗になって、すごい、この駅の周辺も随分整備されて、古いビルなんかは全部なくなっちゃって、最近は随分ホテルが増えたなというふうに思います。ここから浅野川というところ回って、そこから東山茶屋街の方まで行ってみようかなと思うんですけど、意外と金沢の人も東山の茶屋街に行くかというとあんまり行ったことはなくてですね、もしかすると私自身行くのは初めてかもしれないぐらいなんですけども、今金沢からやや北寄りの方に歩いてまして、金沢はもともとその金沢城を中心に北と南の方を浅野川と犀川という2つの川に囲まれるような形の地形をしてまして、裏には山が控えているという、ちょうど外部から攻め入りにくい城下町の形になっていて、結果として結構風光明媚な感じになってるかなっていうふうに思いますね。
動画100本やった時に長崎を歩きましたけれども、長崎は結構和洋折衷な洋風な雰囲気を持った街並みで、どこか明るい感じがしますけど、金沢の街はあんまり洋風なところはなくて、まあいかにも和風の金沢らしい風景が広がってるのかなと思いますね。まあ以前100本長崎のところで動画を100本お届けしてですね、まあそれを振り返るってことをやりましたけれども、まあその時は結構まあもちろん初期の動画振り返っていまして、まあそれは結構まあすごく見られた動画でしたけれども、100本から200本にかけてはかなりまとめる動画の内容もちょっとずつ変えてきたような感じが自分でもありますね。やっぱり動画を実際に作って公開しますと、まあいろいろ反響があったり、まあどの動画が見られるっていうようなことが分かってくるので、まあその情報に基づいて、あ、じゃあ次はこういう動画にしようとかですね、まあそんなことを思いながら作ることができるので、まあその結果として結構内容も変わってくるのかなっていうことを思います。後半朝のは今結構工事しているみたいですけど、浅野川、あんまりこっちの方本当に来ないですね。まあ金沢の方、北の方の地域を、まあ、二手に分かれるように流れている浅野川ですけれども、意外とこの辺り歩いたことがないので、意外と新鮮な感じがしますけど、まあ、金沢の人も結構意外と広い市なので、割と自分のその住んでいる地域で大体生活が完結しますので、
まあ、遠くまで行くっていうことが意外となかったりするという、そんなところがありますね。及川も物資の輸送とかをしてるみたいですけど、そうですね。まあ、前回長崎のところで100本迎えてお話ししてからは、まあ、年末年始とあと1月2月3月と動画をお届けしてきまして、年末年始は結構北海道にいましたので、まあ、そこから、まあ、当時は結構まだコロナがすごく問題になっていて、まあ、今も問題ですけれども、まあ、その時の、まあ、新しい論文のニュースをお届けしたり、まあ、ちょっと健康のですね、食と予防っていうのをその後やりますけれども、まあ、その走りみたいなことで、まあ、食と予防の話ってもともと論文でお届けしてた時に食物繊維の話とかもすごく受け入れられていたので、当たり前といえば当たり前かもしれないんですけれども、まあ、そのあたりの話題を増やそうかなというふうに思っていましたので、まあ、実際にちょっともうちょっと増やしてみようかなということで、食と予防の話題、まあ、DHA とかあと魚のお話とかを、まあ、やりたいなというふうに思ってたんですけれども、まあ、実際にちょっとやってみようということでやりましたね。鹿野川、橋ですね。まあ、そういう、まあ、食の話題とかはやっぱり裾野が広いですので、魚がいるのかもしれないですが、川自体は結構浅くて、まあ、ちょうどそういう年末年始で北海道に行って、まあ、そこから動画を撮ってからですね、まあ、テーマ別にくくるのがいいかなと思いまして、一度その体重ですね、まあ、1月は結構食べる機会も多かったりして、飲み食いする機会も多いので、まあ、体重に気をつけるっていうことがみんなあると思いまして、まあ、試しにちょっと体重で論文を探して動画を作って、まあ、それはできるかどうかっていうのをちょっとやってみまして、まあ、実際その、まあ、体重の論文って言っても意外と論文の内容っていうのは、その検証する内容が結構マニアックだったりするので、人にとって役に立つかどうかっていうのは分からないところがあるんですけれども、まああるような印象があったんですけど、実際にまあ論文探して動画にしてみると、割と一般の人にも役に立つような話題がたくさん見つかったので、まあそうやってワンテーマみたいなことでシリーズ化するっていうことはこれできるかなというふうな印象を受けて、もうちょっとやってみようかなっていう
ことを思いました。まあ、そういうのもあって、まあ、もともと思ってましたけども、2月に食と予防の話をやりまして、まあ、その動画作った時も言いましたけれども、まあ、一度その食と予防の主にメリットについて動画にしてましたけれど、一度そういう動画作ってしまうと、まあ、その後にですね、まあ、その食材なり、まあ、果物とか野菜とかいろいろ動画にしましたが、まあ、今後も同じようなテーマの論文って出てくると思いましたので、まあ、今回作った動画がですね参照することができるかなというふうに思いまして、そういうのも期待してちょっと作ってみましたね。おそらくこの辺り東山町ぐらいに近いと思うんですけど、意外と全然わかんないと思うんですね。ケーキ屋さんがある。中でケーキ作ってますね。押しボタンかな。押しボタン式信号。ここは今小橋っていうところにいますけれども、東茶屋街もうちょっと先ですね。本当にこの辺の土地勘がないので全然わかんないって感じなんですけど、まあおそらくこの辺の街並みは、まあここ50年ぐらいあんま変わってないんじゃないかなというふうな気がします。ここは俵屋の飴の俵屋ってやつですね。飴の俵屋、金沢の有名な飴屋さんですね。昔からの飴、創業天保元年、まあ、結構ここ美味しい飴ですね。まあ比較的東京とか、まあ、全国で今だったら通信販売などもしてるのかなと思いますけれども、まあ、本当に自分自身がここ初めて歩く感覚なので、まあ、この動画見てる人が皆さんがどうでしょう、どんな風に感じられてるのかちょっと心配なところもありますが、まあ以前長崎で動画撮りましたけれども、結構画角とかですね、意外と街並みはちゃんと映ってないかなという、ちょっと反省もあったりして、
ちょっと、ま、もうちょっと綺麗に撮れればなと思ってるんですけど、あそこに銭湯がありますね。銭湯といえば東京都内の銭湯は多くがもともと石川県出身の人が作ったっていうことを聞いたことがありまして、まあ、それはもともとそういうかなり過酷な肉体労働を要する職業なので、割と石川県の人が、まあ、人くらいしかやれなかったっていうようなことをちょっと聞いたことがありますけれども、まあ本当かどうかちょっと分かりませんが、まあ比較的金沢銭湯は多いのかもしれないですけど、なんかこの辺は結構綺麗な建物が増えてきたような気がする。東山茶屋街、あともう少しですね、東茶屋街ですね。なかなか金沢に住んでてここまで来るってことはやっぱりあんまりないかもしれないですね。ちょっとどんなところなのか変な話ですけど、いや楽しみな気もするんですが、この辺もでももともとはなんかそういう茶屋街とかそういうのだったのかもしれないですね。まあ、1月の話に戻りますけど、まあ、結構体重の話は比較的受け入れられたと思ってまして、意外と食べる時間とか食べるタイミング、あとまあインターミテッドファスティングとかが、まあ、注目されてるからだと思いますけれども、まあ、そういうちょっと食べるのを控えるとかですね、まあ、そういうダイエット系の話題みたいなのはやっぱり、まあ、結構見られたような印象がありました。お、この辺がもうほとんど東茶屋街かとかなのかな。結構綺麗な橋とかがあったりして、おお、すごい綺麗だな、ここすごい。川がまずこんな感じで、すごくこう衣装のこだわった衣装にこだわった橋があって、街路がとても綺麗ですね。対岸の建物とかも旅館とかですけれども綺麗な感じですし、まあ、いわゆる金沢の昔ながらの、まあ、観光地らしい街並みかなっていう。意外と自分自身あんまり本当に知らない金沢の風景かもしれないなっていうのをちょっと感じますね。そしてここに銭湯もあるっていう。
はない。銭湯です。食わない。これ橋もあったりして、結構綺麗な街並みなですね。朝の。ここは浅野川大橋っていう、まあ、さっきの、まあ、そのちょっと石の橋が浅野川大橋に当たるようですね。もうすぐそこが東茶屋川。建物も独特な感じで、ちょっとした料理屋さんみたいですけどね。東山八橋さんみたいですね。ここの道を曲がると東茶屋街に入るんだ。おお、これか。結構これ前に進むと綺麗に撮れないけど、こんな感じで撮るといいのかな。そうか、これがよく聞く東茶屋街の風景意外と確かに来ることがないからわかんないけど、あ、こういう感じなんだ。なるほど。どうなってるのかな。まあこれめっちゃ今早朝なのでどこもやってませんけど、まあちょうど、まあ、観光客の方々が来るとこの辺り随分にぎわうみたいですね。中田の金つば和菓子ですね。和菓子の和菓子屋さん。これより先が東茶屋だ。なるほど。ここ今までのとこは入り口みたいで、こっから先なんだ。全然知らない。全く知らない。こうなってるのね。おお。あ、この辺で割烹とかいろいろあるんですね。まあ、そこ白一さんっていう金箔で有名なお店ですけども、あ、ここか。すごい綺麗ですねこれは。私確実に今まで来たことなかったかなっていう東茶屋街。あ、すごい綺麗ですね。
ちょっと確かに感動するかも。綺麗ですね、まあ、本当に今まで全く来たことがなかったっていう。私は一応生まれたのが金沢でして、18歳まで金沢に住んでいたんですけれども、東茶屋街についぞ来たことがなかったっていう。そして今初めて来るんですけど、とてもいい場所ですね、これ。本当これテレビでよく見る場所っていう、本当にそんな印象。でも実際に画面で見るよりもすごいやっぱ綺麗に見えるな。なるほど、すごい雰囲気がいいっすね。まあ、茶屋街ってことなんで、まあいろんなお店があるんだと思うんで、ここで夜とかお酒飲んだりして過ごすといいのかなと思いますね。東出さん、なるほど。まあちょっとここから兼六園の方まで歩こうかなと思ってるんで、まあ、東茶屋街ちょっと来てみたんですけど、まあ、さらに歩こうかなと思ってます。すごい路地ですね、ここは。こっちに行ってみましょうか。画角とかどうなんですかね、これ。すごい、猫がいた。猫がいましたね。まあ、こんなところも普通に人が住んでる場所で、まあ、よろしければ皆さん金沢に来た時には東茶屋街寄っていただいたらと思います。まあ、もうちょっと何かお店を開いた時に、お店が開いている時に来るともうちょっと楽しく過ごせるのかなと。寿司屋さんもありますね、ここ。すごい綺麗な三つ川、こんなとこに。面白いですね。まあ、ちょっとした、まあ、隠れるようにあるお店とかもいっぱいあると思うんで、まあ、来てみると楽しいんじゃないかなと思います。まあ、駅から随分来まして、時間的にはまだ全然大丈夫なので、来ますと、川の方に行きましょうか。浅野川の方に。これ徳田修正旧居跡だそうです。金沢の文豪の一人、泉鏡花、室生再生。すごい綺麗ですね、ここ。そっか、ね、ここ川、すご
と綺麗ですね、ここは。ちょうど雨が上がったところで、地面がややしっとりして、まあ暑くもなく寒くもなくっていうところで、ここ梅の橋ですね。梅の橋、ここらしいですね。ああ、徳田修正、まあ、この辺はなんか徳田修正、いろいろ関連の建物があるようです。まあ、ここの辺りが結構金沢の何でしょう、ドラマとかでよく出てくるような金沢の、金沢らしい川を含んだ風景というところではないかなと思います。それがおそらく宇達山ってとこですかね。まあ、昔あそこにヘルスセンターっていうなんか娯楽施設の、まあ、温浴施設みたいなのがあったりして、動物園もありましたけど、今はなくなっちゃって、でも六角堂っていうステーキ、まあ、鉄板焼きのお店があって、まあ、そこはすごく昔ながら人気です。というとこで、一郎寿司、ここからはちょっと兼六園の方まで歩いてみようかなと思うんですけど、どれくらい歩けるかちょっと、まあ、時間はまだあるので、結構この川の音自体が割と心を落ち着かせる効果があるのかなという、まあ、そんなすごいいい音ですね。あと2月に食と予防の話題をやりましたけども、まあ、いろいろ探してみるといろんな話題が見つかって、まあ、比較的多彩な動画を作れたかなとちょっと振り返って思います。30本ぐらいありまして、まあ、そんなにできると思わなかったですけど、
まあ、基本的に今回メリットの部分だけを、まあ、取り上げようと思いまして、まあ食というと、まあ、食べると体に悪いっていう捉え方の動画もやろうと思えばもちろんできるんですけども、まあそれより先に、まあそもそも何を食べるといいんだろうっていう、まあ当たり前のところ、まあそれでしかも、まあ研究で、まあとても効果の示されたものがあるんだったら、まあそれをちゃんと抑えたいなと思いましたんで、まあそこをちょっと注目してやってみました。あっちに行くと近江町市場とかがあるんですけど、どっちに行こうか、どっちに行こうか、時間的にはちょっとじゃあ近江町市場の方行ってみましょう。まあ、今朝早い時間帯なので、まあ、今朝早い時間帯なのでまだ一般の人はほとんどいないのかなと思うんですけど、まあ金沢の台所と呼ばれる近江町市場、まあどんな、まあその駅からすると、まあこうやってぐるっと浅野川回って武蔵ヶ辻とかですね、そういうあたりにある市場になりますけれども、まあ結構、面積も広くって、まあ自分自身久しぶりに訪ねることになりますが、まあ金沢観光では欠かせない場所かなという。ところですね。近江町市場はどこから入るんだっけな、この裏じゃないかな。泉鏡花記念館、こんな重要無形文化財、あれか、ああこれだ。いや本当に近江町市場も来るのも久しぶりですね。天狗ハムの店は相当昔からあります。まあいろんな お寿司屋さんだとか、まあこの場で食べられる店とかも結構あると思いますね。まあ今ちょっと朝だから全然やってないかなと思うんだけど、おお、なるほど。ダイヤモンド、この野菜か、
結構この時間は本当あれですね。あ、でももうちょっとお店やってますね、なんかね。何なんだろう。朝なんかちょっと食べられるところはもうすでにやってるのかもしれないですけど、あ、もうバリレーチャンピオン、近江町コロッケ、まあ今からって感じですよね。お、魚、カニだ、カニ、カニ丼、すごい。あ、ここは結構あれだね、市場らしい感じ。ちょっと近江町市場来てみました。時間があれば、まだ時間はあるんだな。ちょっとじゃあ兼六園の方まで歩いて行こうかなと思います。香林坊の方というのを通って、これ金沢の本当一番中心の百万石通りですね。ですが、まあ、どっかでちょっと路地に入ってそこから行こうかな。まあ、この辺は南町とかいうとこですけど、結構新幹線が通ってからホテルがめちゃめちゃできまして、まあ、観光客の方とか泊まるのはもう本当この辺りなのかなっていうぐらい、いろんな新しいホテルが多くありますね。ちょっと画面は映りまして、香林坊ですね。ここから兼六園を目指したいと思います。3月は糖尿病とがんの話題をお伝えしまして、まあ、糖尿病をもともと取り上げたいと思っていましたけれども、結構その生活習慣病の中でもその糖尿病っていうのは、まあ、割と高血圧とか高脂血症、まあ、脂質異常症と比べても意外とそんなに、まあ、メディアとかで取り上げられる機会が少ないような印象がありまして、まあ、それはやっぱりその糖尿病のちょっと複雑さがあるから、まあ、取り上げがたいというか、身近にその
自分の手元の検査で異常が調べられないっていうのもあったりして、まあ、実際に医療機関に行かないとなかなかその血糖値を測るっていうのもないので、まあ、そういう理由もあると思うんですけれども、まあ、ただ一方で、まあ、すごく問題としては大きいなと思っていたので、まあ、取り上げたいなということで、で、まあ、医学界の取材もあったので、まあ、論文細かくですね見てですね、まあ、全体像はその時代の流れでいろいろ考え方が、まあ、これまで動画でお伝えした通りいろいろ変遷があるので、やや理解しづらいところがあるのかなと思ったので、まあ、個別に論文をですね一つ一つ動画にして、でそれでシリーズという形でお伝えするというのをやってみました。ここ香林坊の裏の柿の木バターというところで、ちょっと裏手ですけれども、まあ、比較的ちょっと風情があっていいのかなというところで、こちらから回っています。ここ金沢市長の裏でして、まあ、割とその食事する場所とかもいっぱいあって、まあ、近く片町とかですね、建町とかですけれども、まあ、そのあたり、金沢来られた時にはぜひ寄っていただければなというふうに思います。で、まあ、できれば兼六園回って、まあ、兼六園中には入らないんですけど、そこから犀川あたりまで歩いて終わりにできればいいなと思うんですけど、間に合うかどうか、行けるかな、時間的に行けるかなというところなんですけど、ああ来た、ここ21世紀美術館ですね。ここから回っていけるのかな。ああ、いけるな。ここは21世紀美術館という、まあ、実は私入ったことないんですけど、昔はここは金沢大学附属小学校かな、金沢大学附属小学校がありましたけども、それが移転して、それでその跡地に美術館を作ったっていうところで、まあそれがすごく人気が出て全国から人を集めるような形になって、プロジェクトとしては大成功なのかなと思いますけど、まあ金沢はこれに限らず美術館だとか博物館とかありまして、割と昔の、まあ、美術品もそうですけども、金沢のいろいろ、なんでしょう、あの室町時代とか江戸時代とかのいろいろ、鎧兜みたいなそういうものだとか、いろいろ歴史の品物がいろいろ見られるので、まあ、そういうところもご訪問されてみたらどうかなというふうに思います。そして、まあ、あの奥にあるのが、あれが兼六園ですね。
まあ、兼六園はさすがに入ったことがありますけど、意外と中が広くて、まあ、実際その、まあ、庭園、まあ、あまり詳しくなくてもすごく、日本庭園の、まあ、作り込まれた感じとか美しくて、まあ、ぜひ一度行ってみたらいいかなというふうに思います。ここから犀川方面まで行けるかどうかというところですけど、まあ、それでまあ糖尿病のところは、まあ、実際いろいろその糖尿病からがんにつながるその検証の経緯だとかで、まあ、実際にその糖尿病というよりは血糖値だとか、脂肪だとかインスリンだとかそういうものがそのがんにつながるっていうようなことを解説してきました。まあ、実際いろいろその2つの病気の関係っていうのは複雑なところが実際ありますし、あとまあ中で説明した通りまだそのメカニズムとして解明されてないというか完全に証明されていない部分もありますので、まあ実際にですね、まあそうやって動画でまとめられることができて、まあその動画を作ってる方でもですね、方としても、まあ勉強になるところがあったなと思ってます。いかがでしょうか。まあそういうの見ていただいている方に、まあ役に立つ部分があるのかどうかっていうのは、まあ実際その糖尿病とがんの関係を知ったからといって、まあじゃあそれどうやって防ぐんだっていうところまで入り込んでいけないと、なかなか役に立つ部分ところには至らないので、まあ、ちゃんとそこまでカバーしていかないといけないなというふうには思ってまして、まあ、今後ですね、代謝改善のテーマで、まあ、今回のお話を続けていこうかなというふうにお話ししましたけれども、まあ、実際にそういう動画をまあ、まとめていければなっていうふうに思ってます。というとこで、まあ今2022年の、まあ、3月で、まあ、ちょうど年度末、まあ、2021年度が終わって、まあ全国的にはもう卒業式も終わってという時期だと思いますけども、まあ2022年度新しい、まあ、まあ気が変わってですね、まあより良い動画をお届けできればなと考えてます。この辺は警察署だとか北陸電力、電力会社、あと放送局ですね、本田町っていうところで、あともう少し行くと犀川なんで、そこでできれば動画を終わることができればなと思うんですけれども、いけるかどうか。この辺も意外とそんなに歩いたことはなかったりするんで、これで合ってるんだろうかっていうところですけども、まあ最初は浅野川の方から始まって随分歩きましたけれども、
まあ、金沢は最初に申し上げました通り、これ南北で浅野川と犀川が流れていて、まあ、それを挟むように城下町があるという構造になっていますので、まあ、ちょうど犀川の方に向かってますが、浅野川の方から大きく歩いてきたような形になっています。ということで、金沢駅から歩いてきましたけれども、浅野川から東茶屋街通りまして、大見町市場とあと香林坊を通って、それから、兼六園、21世紀美術館兼六園回りまして、まあ、いよいよ最後犀川のところまで来まして、動画としてはこれで大体終わろうかと思ってます。今ちょうど桜橋というところで奥犀川見れますけども、まあ、浅野川と比べると随分大きな川で、まあ、こちらも金沢を代表する川かなと思ってます。まあ、ということで今日は、まあ、動画200本を迎えまして、2021年度最後、まあ、この動画、まあ、改めて100本から200本振り返りまして、まあ、金沢の街をまた歩きながら、まあ、本当簡単でしたけれども、まあ、動画を振り返るということをやってみました。まあ、日々動画を公開しておりますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。また皆様の声が参考になりますので、高評価低評価いずれでも構いませんので、評価ボタンを押していただけますと幸いです。またコメントもお気軽にお寄せいただけましたら嬉しく思います。ありがとうございます。金沢からお届けしました。ニュースの裏側を科学や理系の視点から一歩深掘りするような動画や、新しい知識をヒントに明日の生活に役に立つような動画で継続的に更新していきたいと思います。よろしければチャンネル登録をお願いします。ヒントになったとか、これは役に立つなと思っていただけたならば、よろしければ高評価ボタンもお願いします。